さんこんばんは。見せてやるか。はい、こんにちは。はい、ここで使います。これ後半はフレンさんから教わった技で、これここで天宮さんから教わった技使います。ここで、ああ最強最強来たなー。これうわぁ私も怖いって送っとこ。あ、お元気ですねって送っとこ。そんなキャラでしたか、ちい先輩。無理だ、あなたには積み重ねてきた年月があるからもう無理だ。海田さんってこんな方だったっけ。マイクラの海田さんを知らないからはわわはうおい、見せつけてこうぜ新人に、この地獄みたいなチャット返せねえわ、ちょっと強すぎる。ちょっと引いてる感出す。よし、お元気ですね気を使われてるもんな、これお気遣い痛み入ります。どうしよう、すごい丁寧に返された。もうあんまり関わらん方がいい気がしてるんだけど、あ、ここでそんなキャラでしたかって返したらカウントは決まるんじゃない。そんなキャラでしたか、よし、そんなキャラでしたかはう、うまい、ポンと少女返しがうまいな結城千尋さんのあの可愛らしい感じで、わはわわとさ、海田さんのき、なんだろう、はう、なんだ、一旦、マイクラやめとく、今日、ちょっと、どうしよっかな。一旦退出するか。返せねえわ、私にはこれ。一旦ね、心落ち着けよ。おい、悩んだ末にどっか行くのやめろよ。一回リセットしようとしてるやん。おはよう。ちょっと待って、強い強いこんな方だったのか、皆さん。おはようございます。いや、挨拶返しただけだから。うん。何も別にきついとも思ってないし。あ、おはようございます。おい、こっからの流れどうしたらいいんだよ、ちょっと。お前、力を貸してくれ、お前たち。後輩嫌われない方法、ググろうかな。何か、困ったことがあったら、何でも言ってね。いい人だった。千尋先輩、かっけ背中あったけ。ゆうき先輩、助かりました。ありがとうございます。よし、あー助かるおい、共通の敵作ってるって怖えわ、兄さんちって怖えわ。覚えておけよ、覚えておけ、この鍵は必ず返すぞ。鍵のマイクラだるがらみ、マジで相手がかわいそうな時あるから控えた方がいいかもじゃあ挨拶やめよう。たけよ、また海田さんがいらっしゃるときはお願いしますでいいか。うん、これでいいんじゃないでしょうか。よし、本当にだるがらみでかわいそうか、これお前ちょっと今コメントしつつもう一回ちょっと見ろ、本当に相手がかわいそうか。泣いとくか、とりあえず涙を流しておく。争いを鎮めるのはいつだって乙女の涙だから。汗だと思われた。乙女の汗だった。てか乙女の汗っていうか男の汗だったね。海田先輩大丈夫じゃないかな。海田先輩だしね。あ、シンプルに泣いてしまった。海田さんの泣いてる感じってなんか喜んでるのかなって思っちゃうね。やっぱこう普段のいじられニストみたいなイメージあるから。先輩方おもろすぎるだろ。